今日は湖と周りの紅葉の風景を描いてみたいと思います。まずざっくりと形を作ります。さあ塗ってみましょう。まず空からですね。ここら辺はあまり制約はないので、あなたの好きな色をざっくりと塗ります。の伸び伸びした塗り方ですね。そうしたら遠くの山の際のところを空の色で少し濡らします。ではその山の部分ですよ。実はこの山はとっても遠くにあるんですね。ですので明るい黄色を薄く溶いて、その間に挟まるように補色の紫を加えていきます。だんだん色が山のふもとになるに従って濃いめです。自然にじみですね。さあ山の上の方にちょっと暗い色を足すと、山全体のシルエットが見えてきて、その色をまたふもとの方に下ろしてきます。今日は平筆使ってますね。この平筆のタッチを生かして、今から内の形をちょっと作ります。こんな感じですよ。樹木も加えて、山の部分が、まあ、ざっと描いたという感じです。同じ平筆で水面を、これは横のタッチで伸び伸びと塗りましょう。紙の白は残っててもいいですね。光った水面の感じが出ます。そしてその水面を塗りながら、手前に浮かんでいるボートを描きます。このボートは今ここに赤を塗るんですけども、ほらボートの形は見えてきたでしょう。ボートのシルエットができたところで、ボートに日陰とそれの水面の半円を描きます。さて円形から中形のボートまで描けたところで、一番手前の木の、まあ、奥にある木ですね、これを描きます。これは本当にドライブラシなんかを生かしたザクザクザクとした塗り方ですね。葉っぱが湖の方に突き出た感じを大事にしましょう。このくらい葉っぱと葉っぱの間が透けて見える感じもいいですね。葉っぱができたらナイフで引っかいて、明るい幹や枝を作ります。割り切ったやり方です。さてこれは何でしょう。実はただのコピー用紙なんですけども、これをまずちぎって、そしてぐちゃぐちゃと団子にしてしまいます。団子にして、ほらもう本当にボソボソしてるでしょ。このボソボソした突起のところに絵の具をつけてきます。そしてこんな感じです。これを紙の上で叩きます。ほら葉っぱに見えませんか。これこのようにしてですね、葉っぱの集合を描くのもいいんですよ。筆だけじゃなくてね、身近にあるものを使って表現の幅を広げましょう。さあどんどん叩いてみます。葉っぱが、こうすると葉っぱと葉っぱの間から最初に描いた遠くの山が見えますよね。これで空間感が出るんですよ。葉っぱができたところで、うん、もうちょっと重ねるかな。今度は筆で日陰の部分をちょっと描くと、今描いたこの葉っぱに厚みが出てきます。ここですね。ちょっと日陰を加えましょうね。でもまあこの葉っぱはあんまり厚みはないので、日陰はほどほどです。そうしたら暗い色で幹や枝です。ここは伸び伸び描きたいところですね。あまり実物の木に忠実に描くんではなくて、
少しアドリブを含めて勢いよく筆を使うってことは説得力のある絵になるもとです。そうしたらまたナイフでどこどこ引っかいてあげると、あ、木の幹に変化出たでしょ。これが手前の木の真ん中辺ぐらいの距離にある木ですね。ではこれができたところで、今度は一番手前の木を描いてみます。手前なので暗くです。えい、思い切って、いいね、このくらい稼れる具合ですよ。もう割り切って描きましょう。さあ暗く描いたので、この木が一番手前に見えると思います。また枝は伸び伸びですね。少し思いつきも含めて描きましょう。シュッシュッシュッ、こんな感じかな。こういうちょっとかすれたりするのがいいんですね。空間がよく出ます。では手前の幹はざっと塗ったので、またナイフの登場です。今度は横に引っかいてみましょう。これで幹の形態感や質感が出ます。葉っぱは絵の具を飛ばしてます。これも練習が必要ですね。どういう角度でどのくらいタイミングで飛ばしたらどんな葉っぱになるか、いろいろやってみてくださいね。飛ばし方は随分変化つけてるでしょ。これも楽しいですよ。そうしたら細い枝先を少し加えて、これで一番手前の木を仕上がりですね。では木が3本と描けたところで、その地面を描きます。これはイエローカにバーミリオンを足したような色ですね。今ボートの近くの草むらも描いていますけれども、手前の草むらからボートのあたりの草むらへと順番を作っていくと、手前ほど暗く奥ほど明るくという明暗の違いが自然と出すことができます。さあ地面の日向の草むらかけたところで、今度はそこに立っている灌木です。ボソボソッとした葉っぱですね。この時にはやっぱりボートがあんまり隠さないように描くことが大事ですね。遠くの草むらの単純化、そして手前の草むらのボソボソ化、ここの描き分けでも奥行きが出ます。さあできてきましたね。地面に落ちた影を描くと、秋の日差しが限定されて明るい円形と水面が逆に強調されるというわけですね。そしてその灌木のところに細い幹や枝をつけるんですけども、これはペインティングナイフのエッジの部分に絵の具をつけて描いてます。面白いでしょう。今度引っかいてますね。絵の具のっけたり取ったりですね、水彩というのはとても応用範囲が広いんですから、やってみましょう。でしょうか。今回ちょっと爪で控えてますね。もういろいろやってるでしょ。ちょっとこだわって、そうですね、円形と前形との違いをつけてあげて、でもやりすぎたところは少し整理して、これの木漏れ日ですね。はい、これで
全体の仕上がりとなります。今回は湖と紅葉を描いてみました。ポイントは遠くの紅葉をにじみの効果で単純化、そして手前の紅葉は葉っぱの表現を複雑にすることです。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。はい、それではまた。